しいね。美味しい。深いね、ちょっと。景色いいね、これ、ね。快晴、ね。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますお二人で飲むことはあるんですか？いや、初めてだね。初めてだね。ね。ね。だからなんかすごいこの話いただいた時、なんかすごいいいなと思って。僕も、はい、広くていいなと思って。ヒロさんは一番搾り糖質ゼロをよく飲まれてるとお聞きしました。そうですね、本当一番最初は一番搾りの新しい商品出てるなぐらいの感覚で手に取ってたんですけど、美味しいっていうのがもう一番最初の感想で、なんかその上糖質ゼロっていうのがすごい僕としてはありがたいというか嬉しかったので、もうとにかく周りとか友達にもうおすすめしまくって。で、今日お父さんにおすすめなんだね。はい、なんでちょっと早速飲んでみてもいいですか？はいはい、どうぞどうぞ。うわ、うん、じゃあ乾杯。はい、じゃあ乾杯。はい、おいしい、ね、おいしい、うん、久しぶりにビール飲んだけどなんか深いね、ちょっと、うん、おいしいでしょ、ね、すっごい。いや、しかも糖質ゼロだしね。あー、いいね、糖質ゼロ最高です。書いてあるよ、これに。美味しいに決まってます。美味しいに決まってます。ビールの美味しさはどんなところにあると思いますか？やっぱり喉越しですか ね、 どうだね、僕としてはこれね、喉越しで炭酸がプシュッと弾ける感じ。その後にぐーっと降りてくる時にベルベットみたいにシューッとこうなんかね、こういうくっつくようなね、うん、あれがやっぱりビールのこの深さじゃないかと思うんですよね。これあるよね。ある。ここだよね。広いから進められるとは思わなかった。そうだよね。昔はね、僕はお寿司握って、ね、食べさせたりして、ちらし寿司もやりましたし、お肉寿司とかね、うん、お寿司握れる、握れるんですよ。歌手になる前には料理人になりたかったって、ね、好きなんです。ひろきはいつビール飲むの？すごい普通だと思うけど、家にいるとき枝豆それこそ食べながら、ちょっと想像できないんだよね、ひろきはビール飲んでる飲んでるところ。そうだよね、ちっちゃい頃の思い出のが強いもん。分かってんだけどさ。今日はあのひろきちゃんの生い立ちってのがんだけどさ。懐かしい、覚えてる？うわ、懐かしい。あの庭だ、覚えてる覚えてる。あ、上だね、屋上、屋上だね。雪が降ってさ、うん、雪合戦やったんだね、これね、うん、ほら、お風呂じゃない？本当だ、いやリビングで好きだったね、これね、綺麗に並べてね。いや、すごいいいよね、まあ思うとね。あ、とにかくね、可愛かったですよ。ね、やっぱ子供、まあ自分の誰もみんなそうでしょうけど、可愛かったってやめてよ、うん、今大人になったからね。なぜこれまで親子でお酒を飲んだことがなかったのでしょうか？いやー、僕飲みたかったですよ。本当、うん、だから今日もすごく嬉しいんだけど。僕は逆にそのじゃあ飲もうよ父さんって言えなかったというか、なんか自分の気持ちというか、ここまでいかないとなんかこうお父さんに飲もうって言えないみたいな。あ、そうなの？なんとなく多分そんなずっと意識してるわけじゃないけど、やっぱりなんかこう同じアーティストとしてというか、歌を生業にしてるものとして、なんかそういうこだわりとかプライドみたいなものがきっとあるんじゃないですかね。だからきっと自分からはなかなか言い出せなかったんですけど、ヒロさんがその音楽の道で行くって決めて、そのことをその森さんに言ったですか、その伝えたんですかね。いや、言ったんですかね。言ってないよ、言ってないよね。僕はね、本当に小さなライブハウスでねやってることからも聞きつけて行きましたもん。またお客さんがそんなにねいない時でもじーっと見てね。周りの人は森さんがいるとは思わない。いや、分かってないよね。多分さすがに気づいてたと思います。あ、そうなの？気づいてたと思います。でも小さいか、それでもそうですね。あ、そうか、森さん来たら分かるか、それは。いや、でも気づかないに行ったつもりだけど、いや、絶対気づいてた。さすがにね。いや、そうですね。だからなんかそう楽しみにしててみたいのに期待に応えられるように頑張りたいですね。それは無理しなくていいんだよ、うん、自分が本当に納得いくようなさ、うんうん、生き方をして、それでやっぱり
その出てくる結果をさ、うん、自分なりにこう噛み締めればさ、それの繰り返しだと思う。このビールみたいなもんだよ最初の一杯、次の一杯ってさ、喉越しが違うじゃない毎回ね、改めて一番搾り糖質ゼロはいかがでしたか。僕は何よりも糖質ゼロが嬉しいやっぱりあの食生活の中でもね、もう取り入れられるし、ありがたいと思ってます。僕はそうですね、これはなんか本当に一番搾りと変わらない美味しさというか、なおかつ糖質ゼロだしっていうのが、なんかこうダブルで美味しい感じが僕の中ではすごいしていて、まあ、何よりこの一番搾り糖質ゼロをお父さんに勧められてよかったなと。ビールってやっぱり美味しいんですね今日は特にひろきとも一緒だったし、美味しさもなんか格別だったような気がしますよかったです。乾杯。ありがとう。美味しいビールを糖質ゼロで、一番搾り糖質ゼロ。今度時間ある？あるよ。飲もうよ。いいよ、熱でも。美味しいね。美味しい。深いね、ちょっと景色いいね、これ。快晴。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人で飲むことはあるんですか？いや、初めてだね。初めてだね。ね、だからなんかすごいこの話いただいた時、なんかすごいいいなと思って。僕も、はい、広くていいなと思って。ヒロさんは一番搾り糖質ゼロをよく飲まれてるとお聞きしました。そうですね、本当一番最初は一番搾りの新しい商品出てるなぐらいの感覚で手に取ってたんですけど、美味しいっていうのがもう一番最初の感想で、なんかその上糖質ゼロっていうのがすごい僕としてはありがたいというか嬉しかったので、もうとにかく周りとか友達にもうおすすめしまくって。今日お父さんにおすすめなんだね。はい、なんでちょっと早速飲んでみてもいいですか。はい、どうぞどうぞ。はい、うわ、じゃあ乾杯。はい、じゃあ乾杯。はい、おいしい。うん、久しぶりにビール飲んだけど、なんか深いね、ちょっと。うん、おいしいでしょ、ね、すっごい。いや、しかも糖質ゼロだしね。ああ、いいね、糖質ゼロ最高です。書いてあるよ、これに。おいしいに決まってます。おいしいに決まってます、一番搾り糖質ゼロの味で好きな部分はどこでしょうか。僕はそうですね、これはなんか本当に一番搾りと変わらない美味しさというか、でなおかつ糖質ゼロだしっていうのが、なんかこうダブルで美味しい感じが僕の中ではすごいしていて、これね、喉越しで炭酸がプシュッと弾ける感じその後にぐーっと降りてくる時に、だからベルベットみたいにシューッとこうなんかね、こういうくっつくようなね、あれがやっぱりビールのこの深さじゃないかと思うんですよね。これあるよね。ある。広いから勧められるとは思わなかった。そうだよねビールってやっぱり美味しいんですね今日は特にひろきとも一緒だったし、美味しさもなんか格別だったような気がしますよかったです。乾杯。ありがとう。美味しいビールを糖質ゼロで、一番搾り糖質ゼロ。今度時間ある？あるよ。飲もうよ。いいよ、熱でも。